国語0点、数学0点、地理も歴史も0点。お前バカの才能もあったんだな。ひどいわ。後輩くん、あそぼー。どっから入ってくるんですか。私専用のエレベーター、便利快適、技術の勝利だね。マシロちゃん、模範解答もらってるだろ。うん。そんな覚えるったって今日1日だけじゃ。覚えたわ。テスト中に寝るなよ。俺は教室で待ってるからな。うん。お、追試終わったのか。お前、真面目に勉強してる全世界の人に謝れ。ごめんなさい。心を込めろ。ごめんなさい。神田くん。ん？どうして名前で呼んでくれないの？なんだよいきなり。名前で呼ぶ？二人の時は呼んで。今は二人じゃないから。どういうことなの？椎名さんと怪しまれる関係なの？眠いのよ。夕べスラタが寝かせてくれなかったから。いや、だから誤解した。スラタ、下手なのに何度も朝までしたから体が痛いわ。起きろ！誰も起きてくれ！神田くん。なんだよ、青山さん。二人は付き合ってる。どうしてそうなる？その後、ジンとラブホテルに行った。最終的にはソラタと泊まったけど。お前寝るか起きるかはっきりしろよ。だから事情があるんだって。シーナもなんとか言ってくれ。誤解かどうか、桜草を引っ越してこの目で確かめたる。